よ、この選挙戦あとわずかになりました。今回もこの秋葉原で締めくくりたいと思います。今日は皆さん大変お忙しい中、また寒い中、わざわざこうして街頭にお越しをいただきまして本当にありがとうございます。気にしないよ、大丈夫だよ。ただいま自由民主党の東京1区公認候補山田美希候補から最後の訴えがございました。山田さんは経済産業省で経験を積み、民間会社でさまざまな経験をする中において、しっかりと日本の中小小規模事業者を応援していきたい、商店街を復活させていきたい、日本の経済を成長させ、しっかりと日本の誇りを取り戻していきたい、この思いで前回まさに民主党の大物海江さんの選挙区から立候補し、皆様のお力で立派にこの選挙区で勝ち上がってございます。改めて御礼を申し上げたいと思います。今回はまさに海江さんは民主党の党首であります。毎日のようにテレビに出演をしている、コマーシャルにも出ている、しかしであるにもかかわらず、皆様のお力で山田さんは本当に前進をしています。毎日街頭で皆様に直接訴え、この山田さんの努力が皆様にご理解をいただき、野党第一党の党首とがっぷり四つの今戦いを進めています。また